スターはオランダのシグナール社が開発した射撃式レーダー。また、小型艦向けに小型化されたスティングも開発された。本機は WM-20 シリーズをもとに卵型のレドームを廃止して追尾レーダーを独立させる形で開発された。基本型はスター1.8と称されており、カセグレンアンテナは1.8メートル径に大型化された。 またさらに大型の2.4メートル系のアンテナを採用したスター2.4もある。これによりスターシリーズは艦砲や股間防空ミサイルだけでなく、より長射程のスタンダード MR 艦隊防空ミサイルの射撃式にも用いることができるようになった。なお目標追尾だけでなく、セクター操作や広角測定、弾着観測、水上目標に対する修正射撃。 また、直線軌道予測だけでなく、曲線軌道予測にも対応している。本機では、低高度性能の向上や、表面反射の排除のため、X バンドと K バンドの2周波による追尾が行われており、より先進的なデジタル信号処理も導入された。送信機としては、当初はマグネトロンが用いられており、戦闘電力は、X バンドでは2 2キロワット K バンドでは 30kW、X バンド連続破傷射時の平均電力は 5kW 以上であった。また、スター2.4ではパルス圧縮のため、同社のゴールキーパー CIWS 用に開発された進行破綻も導入され、スター1.8にもバックフィットされた。これにより、1平方メートルのレーダー反射弾面積を持つ。 目標であれば 140km 以上の距離でも追尾できるようになった。また各システムには連続発傷者、電子光学追尾装置、各種の移動目標指示装置や電子防護装置、パイロット等音処理などが組み込まれている。動作は全自動、半自動及び全手動で行うことができる。スターは火器のような武器システムの完成に使用できる。 アルゼンチン海軍、カナダ海軍、チリ海軍、コロンビア海軍、ドイツ海軍、ギリシャ海軍、大韓民国海軍、オランダ海軍、ナイジェリア海軍、ブルネイ海軍、ペルー海軍、ポルトガル海軍、台湾海軍、タイ海軍、トルコ海軍、オマーン海軍。ありがとうございます。